これは昨年コスモス国際賞を受賞されたオーギスタンベルクさんがその時に講演で語った言葉であります。西洋近代の古典的パラダイムは存在論的には二元論、論理的には排中率に基づいており、必然的に近代性と工業化を伴ってきた。このパラダイムは行き詰まりに達している。これは生物学的な観点、すなわち第6次大量絶滅期に限られない。道徳的な観点からも社会的なつながりの分断によって、また美学的な観点からも風景の破壊によって行き詰まってしまっている。これを何とかしなくてはいけないんじゃないかとベルクさんはおっしゃって、風土学というものを提唱されました。具体的な風土の現実は完全に客観的でもなく、また完全に主観的でもなく、通体的である、トラジェクティブであるということですね。そして主語的に、あるいは述語的に捉えるのではなくて、第三者の存在、つまり愛というものを置いて、 S でもなく P でもなく、あるいは相互に移行可能な現実の捉え方をするべきである。でしかもこれは自然科学とも人文科学とも関連するんだということをおっしゃっています。でベルさんが注目されたのはこの4つの著作です。ユクスキルの生物から見た世界、和辻哲郎の風土、西田喜多郎の論理と生命、そして今西の生物の世界です。それ今いろいろ批判もありますけれども、ここではいちいちそれは詳しく言いません。ただ私が非常に重要だと思うのは、テトラレンマの中で幼虫率を取るという考え方ですね。二元論と、まあ、ベルスさんの言葉を借りれば、二元論と排中率の論理を克服するためには風土論が必要であると、そういう考え方です。幼虫率というのは実は日本にたくさん例があるんですね。まず見立てとして、この見立てという考え方は古くからあります。これはなかなか英語にもフランス語にも訳しにくいんですけれども、具体例を後から申し上げます。それから間という、あるいはとという考え方です。とというのはアンドエではないんですね。日本語としてのとです。これはどちらにも属さないというとです。あるいはどちらにも属すという考え方です。先ほど申し上げた里山、橋、鳥居と門、縁側、それから最後に今日私が申し上げたのは型という考え方です。昔から、まあ、12世紀に出た鳥獣戯画というのがあって、これは日本の漫画の原点と言われていますが、ここには動物が人間のような仕草をして現れます。これは人間でも動物でもない、でも分かるんですね。これは見て分かる。そしてそういうものの表現の延長としてこけしがあり、盆栽があります。あるいは人形浄瑠璃、文楽があります。人形が演じますが、これはまさに人間が乗り移ったような仕草で、我々はそれを人間の所作として見ることに慣れてきました。そして最近ではアニメがあります。ロボットがあります。ここに日本人は魂を見るわけですね。これを人間のように扱う。そしてコスプレがあります。これはある漫画の主人公、あるいは劇中の人物の服装の中に自分が入ってその主人公を演じる、そういう所作ですね。それを実際に芸術に仕立て上げた森村康正さんという芸術家がいます。左はモナリザの絵の中に自分が入っている、真ん中はヒットラーに自分が扮している、そして、右側はマリリン・モンローに扮した森村さんです。森村さんは男なんですけど、こういう中に入って、そしてポートレートとして自分を見つめ直す。先ほどその鳥居の話をしましたが、これは門ではありません。例えばフランスには有名な凱旋門がありますが、
これは一つの象徴ですね。凱旋の象徴として作られました。日本の鳥居は、その門をくぐると、内でも外でもない場所があり、そこで禊をした後に、神の領域に入る。そういう場所です。教会なんですが、その中にいくつもの鳥居があって、そこで人は間という意識に立つことができる。あの世とこの世を分けるのは川なんですが、これは三途の川というのがあるんですね。向こうに行ったらあの世です。で、日本の場合にはあの世というのは上にあるんではなくて向こうにある。そしてその向こうとこちらを橋が架けられています。この橋を渡るとき、まさに間に自分が位置することを感じることができる。そしてこれはベルクさんも引用してますが、縁側という非常に奇妙な仕組みが日本の家屋にはあります。これは内でも外でもない。そこで内とも外とも属さずに人々は挨拶をし会話をするというところが設けられているわけですね。で、型というのは実に不思議な現象なんですね。考えれば考えるほど。人々は成長するに従ってさまざまな型に身を飾ります。その度に衣服や髪型を変えなければなりない。そして四季折々に祖先や神々が降りてきます。それを迎えるための儀式をどの地域でも作ります。そしてその型の中には宗教性はありますが、一緒くたになってるんですね。神さんでも仏さんでもキリストさんでもいいという、そういういい加減さが一方では、そのいい加減さは言い直すと自由度でもあります。例えば、これは空手です。日本の空手道というのは、戦うためにあるわけではありません。その型を習熟し、何者かと対話をする。そして自分というものを見つめ直すためのものです。この型に入り込むと、今までの自分ではない自分というのを発見できる。そしてその今までの自分ではない自分を通して何者かと対話ができる。そういうものだと思います。茶道もそうですね。茶道には作法が重要視されます。それを学びながら一定のプロセスでお茶を立てる。それを差し上げる。その中にいる自分というのは、それまでの自分とは違う自分。しかもその型にはまった中に様々な自由度が仕組まれている。それを最も単純化したものが座禅です。これは最近のマインドフルネスとして随分多様化されていますけれども、そこにいるときに瞑想にふけりながら自分というものを自然と一体化させて、混合させて自分を消し去るわけですね。その中にいろいろな自分を発見し、自分は自分でなくなる、そういう体験をします。そして成長の過程で、七五三という3歳と5歳と7歳の時にそれに象徴される着物を着て自分がある段階に達したことを知覚する。成人式もそうですね。そして毎年お盆になれば、お墓参りをし、そして先祖をお迎えし、先祖を送り返す。火というのは必ず送り返すための送り火として使われます。正月になれば、おせち料理を作り、門松を立て、神社に行き、お参りをする。しかし、おかしいじゃないですか。お盆は、これ仏教なんですね。正月は神教なんですよ。で、今日書きませんでしたが、クリスマスというのも、日本では大変重要な行事です。これはクリスチャン人ですね。キリスト教なのです。日本人にとって宗教というのは、もはや文化の中の行事に過ぎない。その中に型というものがあるからこそ、いろんな宗教がその型に投影されて、宗教そのものではなく、その型の中で自由に日本人は遊ぶことができる。そういうものになっているわけですね。